西宮市立中央体育館は、兵庫県西宮市の西宮市立中央、運動公園にある市立体育館である。バレーボール3面、バスケットボール2面、フットサル2面、バドミントン8面、卓球27面分のスペースを有す。阪神地域の各種地区大会開催から、西宮市に関わりのあるトップアスリートらによる異競技連携組織、 アスレチックリエゾン西宮の拠点、プロバスケットボールの試合会場として利用される。2006年の自の菊兵庫国体ではボクシング会場となり、当時強国高校3年だった井岡和人が史上3人目となる高校6冠を達成したのも本体育館である。初めてのホームゲームが開催されたのは前身の兵庫ストークス時代に遡り、 2011年12月4日の JBL に黒田電気戦である。無料開催での中、1500人弱の観客が訪れ、試合はストークスが72から56で勝利した。この試合終了後の記者会見で、来シーズンの JBL 一部への加入申請が発表された。それから3年半経過し2015年7月7日、西宮市がストークスに対し、 年間10日程度、を本体育館を優先利用できるようにし、有料試合を継続的に開催するための枠組みを考案。2016年9月に発足する B リーグの一部参入条件、5000人規模の会場の確保が必要を満たすために、本体育館の建て替え計画の交渉を行っていることを発表。そして7月16日に、 ホームタウンを神戸市から西宮市に移転し、チーム名を西宮ストークスとすることを発表した。開幕シリーズとなった10月10日11日に、栃木を迎えた2連戦に、球団初となる2連戦ともに、観客動員2000人超えを記録した。しかし、2019年に B リーグが中長期計画を発表し、2026から27シーズンから導入される、 新基準を本体育館では満たせないこととなった。ストークスは2024から25シーズンから神戸市に建設が予定されている神戸アリーナにホームアリーナを移す計画であることを発表した。ありがとうございます。